先発どっち？アニマル？インフィールド。インフィールドフライかと思うのは。オッケーオッケー。いいじゃん、ワンアウトで。同じだよ。インフィールドじゃないな。ちょっとちっちゃい。まあいいんじゃないの？ファーストアウト。あのぐらいじゃインフィールドにならないけど、まあ、まあいいや。わざと落としてゲッツー取るっていう戦闘を防ぐために。俺、なんなん？いや、小村さん、俺がフライがそれなりに上に上がらないといけない。絶対取れるっていう。アウトプレーで。今のはいい。二人とも生きてんの俺よくわかんないけどっていうか一生懸命走りゃよかったんだ問題はそうそうそう楽しみましょう一塁は踏んだからあ、それ一塁を踏んでるパスランダーはあ、じゃあ単語だ単語進塁じゃないですよパスランダーはあと進塁じゃないですよねアウトプレーになってから進塁したってことは進塁じゃない。あ、いやでもエラーしてるから進塁でいいんでしょ。タイムかかってたから戻った方がいいんじゃない。ランナータッチしてないでしょ。タッチしてない、タッチしてない。もういいよどっちでも。二、うん、人ともアウトにしちゃうじゃん。難しい。お前が紛らわしいプレーするからだ。しっかり取ってればいいんだよ。俺ね、今だけさ、絶対にさ、会話にさ、会話してるよね。そんなことありませんよ。燃えてきたぜ、おい。あ、ここ、ここ。燃えてきたぜ。いいよ、もう、さっきぐらいでいいよ。調子よかった。さっきぐらいがすごいよ。あ、でも、すぐ来てるけど。女の子いるから、まあまあまあ。誰がいるから、まあまあまあ。マジっすか悪が取れてるさあ、来てますよ、来てますよいい流れですよ、いい流れ続いて続いていきましょう親父の怖さ、ここ大事だよ、ここ大事だよさあ、さっきみたい、さっきみたいここ大事だよストライクボールしっかり見極めていきましょうイケメンに負けんなよ、おい行け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 、ナイスカット、ナイスカットおっさんのいい準備してやるよさあ、最後までやってみましょう小川さんがイケメンって言われる気持ちになっちゃってね、小川さんそりゃねえだろさあ、前出てますよ、内野はい見えてる、見えてる、見えてるいやよく見たね、バッチ内野前出てるんで、強く打てばヒットになりますよ内野で曲がっていくかさあ、強く行きます、行きますよイエーイさあ、狙いすぎっすよ、狙いすぎっすよ自然にギャロ自然に自然体で自然体でよし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 
もういいよ、しょうがない。もういいよ、しょうがない。誰か入ろう。でも、イージーミスしたらぶっ飛ばす。イージーミスしたら、ショート入る。さあ、バッター行こう。イージーミスしたら、せがれからケツバット。はい。いいって正面だけ抑える。抜けたらしょうがない。まだ終わったわけじゃない。あ、ツーアウト三振？どうもどうもどうも。ごめん。いや、どうもどうもどうも。さっきのさっきのラストもう一発っすよ。さっきのな、さっきのもう一回もさあ狙いすぎていきましょう。ジンクスグローブはめてる。はめてたよ。はい、お願いします。今日見えてるじゃん。今日なんか叩く前違うぞ。大したもんだ。下半身がゆるゆるになっちゃってちょっと濡れてんじゃねえか。やれ！さつぼすつぼす。ちょ早いのだけね、早いのだけ合わせてこう。さっき見たくね。まっすぐしかないじゃん。これゆるいのいらないぞ。ゆるいのは落ちるからいらない、いらない。早いのだけっしょ。大丈夫、食べますよっしょ。足見て足。さっきので一緒。とりあえず全部振るな。ゆるいのはボールになるから。これ行こう。まっすぐ行きますよ。食べますよ、師匠。さあ、師匠、見ていきましょう。しっかり。じゃあ、ただ、投げてくれ。片詰まいで分かった。ゆるいの、ゆるいの。まっすぐ。なんていうの？はい、バッチ。俺のグローブ持ってない。どうせやれば。俺のどこじゃ。どうせやんなよ。俺のグローブどこ？どこ行った？どこ行ったの？わかんない。え、